こんにちは、ゆいです。今日はアンパンマンのエコたわしを作っていきたいと思います。以前作ったものたちよりもちょっとちっちゃめなので、なんか細かいお掃除などに使うのが便利なのかなと思います。皆さんもよかったらぜひ作ってみてください。編み図的には輪の目に細編みを8目編んで、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、増やし目をしていって大きくしていきます。では最初に1段目輪の目に8目編んで作っていきたいと思います。これで1段目が完成です。次2段目16目なので2目ずつ増やしていきます。これで2段目完成です。これで3段目完成です。次4段目は細編み2回と増やし目を繰り返していきます。これで4段目完成です。次5段目は40目、細編み3目に増やし目を繰り返していきます。
5段目完成です。次の4段目は細編み4目と増やし目を繰り返していきます。これで6段目完成です。で、これで糸処理をします。これで完成です。で、次はこの鼻を作っていこうと思います。鼻、ほっぺで、鼻は7号針で編んでいきます。で、鼻は輪の目で7目編みます。で、増やし、これで1段目完成です。2段目は増やし目をして14目にします。これで鼻完成です。あとでほっぺも作ったら、ここの白いキラッとした部分を入れていきたいと思います。で、ほっぺは輪の目で7目で14目なのは変わりないんですけど、こっちの4号針で鼻より気持ちちっちゃく編んでいきます。これで1段目完成です。2段目編んでいきます。これでほっぺ完成です。
本当若干ですけど気持ち小さくなってます。もう一つ同じ大きさのほっぺを作ったので糸処理してこの白い部分つけていきたいと思います。白い部分を適当な感じに端っこの方にこう白いのがつけ終わりました。次は鼻とほっぺを土台に縫い付けたいと思います。でまず鼻を白い部分があるので気をつけながら縫い付けていきたいと思います。鼻が次ほっぺ。これでほっぺも完成です。これで口と目と眉毛をつけていきたいと思います。口が完成です。で次は先に眉毛をつけたいと思います。眉毛は毛糸が3本に合わさってるのでこれをほぐして1本にして使いたいと思います。眉毛こんな感じで一個目完成です。もう一つつけていきたいと思います。
で眉肉完成です。次目をつけていきたいと思います。一つ目の目が完成です。で、表はこれで完成になります。と、裏側もベース部分と同じものをもう一枚編んどいたので、これを縫い合わせていきたいと思います。これで完成です。なんか細かい部分の掃除に使ったり、お子さんと遊ぶのにおもちゃなどにして使ったりもできると思うので、皆さんもよかったらぜひ作ってみてください。以上、ゆいでした。